この生地は、二重織りになっています。そして、これが表にありますね。で、表の生地の方がこうふっくら感がありまして、裏側はフラットになってます。で、こういう、素材が違うものを、2枚一緒に織りまして、折ったものですね。で、それで後から熱処理して、上の生地だけがギュッとこう膨れ上がったような、この二重の膨れ織りの組織になっています。そしてこういうふうな、今バラバラですけれども、こんな形の、生地を作りました。で、非常にこれが軽いので、二重になっていますので、風通というような呼び方をします。で、これはこういうものが、結構、ジャケット、裏なしのジャケットなんかにすると軽くてあったかいという形で、そしてシワにならないというこの特徴を生かしたこの織り方になっています。で、これでこういうような羽織もんですね、そういうものには非常に向いています。